どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾けるようになっちゃいますよ。すぐできますよ。ということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日のレッスンテーマ、課題曲こちら、ドン！藤井風さんの花。このね、もう藤井風ワールドが炸裂してる、ふんわり不思議で、メローで、ちょっとクッとくるこの名メロディー。まあ、これはですね、すごいメロディーラインですから、ちょっとこれ聞き込みがかなり必要ですけど、めちゃくちゃやりがいある濃厚な曲となっております。ガズレレアレンジでモリモリ弾いていきましょう。さあ、本日は G ラボのガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってやっていこうと思います。初めてウクレレは今、Amazon で即ゲットできるようになってますんで、Amazon で初めてウクレレ検索してみてください。さあ、お知らせです。GGD、ガズの今度出る新しいね、本なんですけど、これ楽譜じゃないんですよ。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本になります。2018年に出た本の続編みたいな立ち位置なんですけど、もうこれだけ読んでももうボリューム満点。音楽やる上で欠かせないですね。いろんなこうマインドとか、もう大切なこと山盛りです。ただいま大好評、予約受付中、概要欄にね、予約できるとか貼っとくんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、レッスン始めていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやるんですけど、歌は難しい。歌はこれ難しいんですけど、そこが楽しいところ。じっくり行きましょう。後半はかっこいいバージョンです。そこに来てフレーズやらビートやらですね。まあ、ちょっと今回のかっこいいバージョンもね、かなり来てますから。はい、お楽しみにしておいてください。2バージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分の好きな曲、どんどん自分で生み出せるようになります。ぜひガズレレで音楽スタートしてください。さあ、レッスン入っていきましょう。藤井風さんの花。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 。My flower here, m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 y flower here.
藤井風さんの花、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。シンプル簡単バージョンとはいえども、歌のメロディーラインがですね、もうどん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 サビで上がっていきますからね。もうあのね、なんていうかもうめくるめくこのメロディーと歌詞の世界観。これも藤井風さんならではですね、やっぱり。まだ行くか、まだ扉を開けるかみたいな、そういう曲のね、雰囲気があると思います。いやこれすごい。今、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットのアレンジバージョンで、1番全部やった後に感想をやったら、もう2番のサビをやって、もうエンディングです。はい。こういう、でも今のところに全部網羅されてるんですよね。フルコーラスやりたい方は、まずガズレレバージョンで練習してもらって、慣れてきたら、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えると、フルコーラスできるようになりますから、ぜひこれもやってみてもらいたいんですけど、まずはガズレレアレンジバージョンで、これでもボリュームたっぷりありますから、練習してください。1個目のゴール設定は、今やったガズさんの演奏に合わせて、皆さん演奏できるようになったら素晴らしいと思います。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながら練習して、ちょっとね、簡単バージョンに合わせられるまで練習してください。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。これまではすごいですよ。歌のメロディーがやっぱりただごとじゃないですからね。すごく楽しいですけど、深いです。一緒にできるようになった方は、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを乱す、音楽を乱す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードも丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、最初は楽譜練習みたいなのがいいと思います。楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して覚えちゃって、いずれは大空に向かって、大地に向かって、海に向かって歌う、こんなのが素敵だなと思うんですけど、でも、そば行ったって楽譜ってどこにあるのにないもんっていうこと、声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はガズのこの手書きのノートでございます。この手書きノートを見ながら今演奏していきました。これもうちょっとしたらみんなにもこんな風に写してみよう。すごいでしょ、これビチビチですよ。はい。この暗号みたいな楽譜をですね、この後で写すんでみんなもこんな風に書いててシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じで、お選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのこと概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。藤井風さん、この名曲やっていきましょう。これ見てもらいたいんですけど、これイントロ ×2 って書いてあります。Dm7CA7 だったんですけど、ここちょっと見てください。いろいろ書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンではこれねフレーズ1フレーズを弾いていくんですけど、これがねめちゃくちゃかっこいい、難しいんで、これかっこいいバージョンチャレンジする人は覚悟しておいてください。楽しいですよ、ここ。はい。で、こう歌に入っていくんですけど、今日ね、歌のところワンブロックちょっとちっちゃいです。ちょっとね、書けるかなと思ったんですけど、なかなかやっぱりぎゅうぎゅう詰めになっちゃったんですけど、ちょっとこれで理解していただければと思います。ちょっとね、ちっちゃいけどね。はい。でもなんかに、雰囲気はね、これでつかめると思います。なんで結構今日、ページ1枚に入ってるんですけど、普通に書いたら余裕で2枚ぶち抜きになっちゃうっていう曲だと思いますけれどもですね。はい、やっていきましょうと。で、見てもらうとわかるんですけど、ここに矢印マークとかついてるでしょ、これコードが。
これ下に書いてあるのは全部かっこいいバージョンではね、こういう弾き方だよ。これ矢印マークはシンコペーションなんでリズムが食い込むとか、ここはコードが変わってるとか、いろいろ出てきますんで、その辺はかっこいいバージョンで解説していくんですけど、ひとまず上の段がシンプル簡単バージョン、4つ弾きでやったバージョンです。はい、こんな感じで写しとくので、皆さん一時停止して書いていってくださいという前に、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きのノートをデジタルデータでお手元に楽譜をね、ダウンロードしてご活用いただくのもめちゃくちゃ今日は有効ですよ。この歌詞の上にですね、この V とかこのなんか書いてあるでしょ、これ。これがね、すごいね、リズムのガイドになるんですよ。ちょっとここやってみると最初。ワン、ツー、せーの、枯れていく。くから D マイナーです。くー、うん、うん。今この瞬間、もうの後に V がある。急譜でこうリズムが変わってます。あと歌詞カードには出てこない。この伸ばすところ。これがですね、わかりやすいですよ。ワンブロックに対しての位置関係とか、こう伸ばすところ。こんなのがめちゃくちゃヒントが詰まった、ガズレレ手書きノート。これガズクラブで、このデジタルデータそのものがダウンロードできるんでね、ぜひガズクラブも、ご活用いただければと思うんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。ここもコードが結構変わってきてますね。よく見てください。はい、じゃあ一時停止でまずは、イントロから一回、サビ1まで。なかなかビチビチですよ。もうビチビチ。はい、いいですか？一時停止で書いていってください。はい、そしたらここ。間奏です。これ間奏はイントロと同じですね。フレーズ1ですね。これもかける2をやりましたと。で、もうここでサビ2なんです。本来はここでね、2番の A メロ、B メロが来るんですけどね。で、フルコーラスやりたい方はこのコードを書いて、A メロ、B メロ書いて、2番の歌詞を書くとフルコーラスできますけど、ガズレレはもうこの最後のサビからエンディングに行きましたということですね。はい。ですか？で、サビをやってここ繰り返したら、はい。一時停止で書いてください。一番のコード進行と一緒で歌詞が変わります。で、ここ最後エンディング。My flower's here, my flower's here, my flower's here. 繰り返し。ここは4回繰り返すということで。結構ボリューム最後、エンディングとしてやっていきますと。で、ここはフレーズが入ってくるんですね。かっこいいバージョンでは。な感じになっております。じゃあ今日出てくるコード見ていきましょう。赤く囲っているのはかっこいいバージョン出てくるコードで隠すと、今日はね、8個のコード言っていきます。C、A マイナー、A7、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7。今日 F が出てこないという感じですね。はい、今映ってるこの8個のコードは、いっぱいあるように設けた安心してください。入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで安心です。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんて超簡単だけど、10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つめちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。さあ、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。何回も言ってますけど、この曲はもう歌のメロディーがもう半端じゃない。言葉のタイミングとメロディー、これがねすごいんですよ。もうサビのところで、シワシワにしおれた花束を脇に抱えて、永遠に変わらぬ輝き探してた。まだ上がりますからね。僕らを信じて、もうね、なんだ、三段階くらいこうね、エモいメロディーなんですよ。これを聞いてですね、自分のものにするのは結構時間かかると。聞き込んでくださいね。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコード2個追加です。C メジャー7。これは簡単ですね。はい。1弦の2フレット。これがいい響き出しますから。はい。C メジャー7。あともう一個 Bm7-5、 この響きがたまらないんです。これはね、エモいコードで有名ですけど、二つの押さえ方の説明。まず Dm を押さえといて、小指で1弦の2フレット足す。これが1個目の押さえ方。いい響きでしょ。あともう一個 G7、 入門コードの G7 を押さえといて、親指で4弦の2フレット足す。同じ音です。当然ながら。押さえる場所、ここと、ここと、あ、じゃあ、ここと、ここと、ここと、ここですね。ここ、ここ、ここ。だから、Dm に小指で1弦か、G7 か親指で4弦2弦。こんな感じで、4弦2弦じゃない、4弦2フレット。こんな感じで押さえると思います。ウクレレ持つ位置が高い人は Dm に小指プラス。低い人は G7 に親指プラス。こんなのがいいと思います。と。この2つのコードで、さらにこの曲の雰囲気を盛り立てていきましょう。で、今日出てくるリズム。今日はこのリズムになります。ドン。8ビートのチャとカッティング。なんですけど、これがただことじゃない。あとシンコペーションがもう山ほど出てきます。はい、シンコペーションというのはリズムがズコンと食い込んでくるよというやつなんですけど、はい、今これ映ってる弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに濃厚解説レッスン動画がアップロードしてますんで、それを見てちょっとじっくりリズム練習してもらいたいんですけど、今日はですね、もうひとまずですね、めっちゃね簡単じゃないです。もう最初に言っちゃうけれども、かっこいいバージョンはなかなかやばい。まずね、悶絶はですね、イントロからまず いきなり来るんです。で、イントロは最初に単音のメロディを弾きます。最初いきますよ。1、2、
ワン、ツー、テンペンテンテン。今の分かった。二弦の五、三、一、ゼロ。ここから始まります。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、うん。こんな感じです。で、ここから Dm なんですけど、ここからですね、カッティングと Dm、カッティングと8ビートのチャと、シンコペーションの悶絶フレーズです。ちょっと見ててください。一弦のフレーズです。ちょっとテロップ見てもらうと、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。Dm を一回弾いて、一弦の3、2、3です。Dm、3、2、3、次 G7 で、もういきなり一弦の3弦押さえたまま。3、2、3、今のシンコペーションです。もう一回最初から。1、2、3、4。3、2、3、3、3、2、3。わかる？ G7 がシンコペーションで来てますからね。ゆっくりいきます。1、2、3、4。Dm、3、2、3、3。はい、これが Dm と G7 のところ。次、C メジャー7なんですけど、ここは一弦が今度202202ですね。はい、その次 A7 なんですけど、 A7 の時も同じ一弦の202202なんですよ。はい、ちょっと確認ね。 Dm を押さえて Dm を押さえたまんま33223やって、次 G7 で G7 押さえたまま3323やって、今度は C メジャー7のところで2202やって、 A7 押さえたまま一弦2202ですね。一弦だけに注目してもらうと、 Dm 押さえて0323、 G7 押さえて323、 C メジャー7押さえて2202、次 A7 押さえて2202、シンコペーションです。ちょっとよく手見ててください。ですね。で、今のは1巡目なんですけど、2巡目の Dm もはシンコペーションで同じことやります。ドーン、3、2、3、3、3、2、3、2、2、0、2、2、2、0、2。ここにですね、今度カッティングをつけようってわけなんですね。ちょっとやってみましょう。1、2、3、4。これ、悶絶難しいですから。ちょっとカッティングの説明するんですけど、最初の1回目は、ダンタッパパッ、ダンチャッタタッ。わかる？カッティングの位置。ここでカッティングですね。タッタッ。シンコペーションの後に止める感じ。最初はシンコペーションじゃないから、ちょっとよく弾いてて、ワン、ツー、スリー、フォー。わかります？これめちゃくちゃ難しいですからね。ちょっとリズム跳ねた8ビートがいいと思います。跳ねた8ビートのチャとカッティングですね。ちょっとゆっくりもう一回練習、最初から。ワン、ツー、ワン、ツー。ぜひトライしてみてください。これカッティングがね、もう入るともうね、結構悶絶ですね。で、これ感想とかこのフレーズも出てきて、エンディングではここでね、ユニゾンですけど歌うんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。My father here, my father here, my father here, my father here。こんな感じになります。これはね、まあ本当に大変なフレーズ。で、本当は A メロもこのリズムで行くとかっこいいんですけど、ちょっとあまりにも、まあ難しいっていうのと、ちょっとね、これ、逆に8ビートのちゃんとドライブ感が欲しいと思ったんで、 A メロはですね、リズムでいきます。なんだけど、この A メロ B メロで要注意なのが、サビもそうですけど、シンコペーションのが入ったり入んなかったりするんです。ここがもうね、やばいの。シンコペーションが入ったり入んなかったり入んなかったりするときが難しいんですよ。ちょっと A メロと B メロね、シンコペーションをよく見てて、マークいきますよ。シンコペーションってリズムがズコンと前に食い込んでアップでリズムが入るやつですからね。いきます。ワン、トゥー、せーの、枯れてくと、今この瞬間も咲いてい
何ができるのだろう。ここの辺から誰も息入らないドーンって、入る入らない入るってやって、今のとことか入るとこと入んないとこ出てくるんです。サビもです。せーの、シワシワに血折れた花束、入らないにか、ここは入るでしょ、またここも入らない、永遠に入るかば、こんな感じで入ったり入んなかったりかもね。これね、すごいんですよ。でその後、僕らを信じてみ、次僕らをかどん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 、また入らない、こんな感じです。ここがもう翻弄されるんですよ。シンコペーションが入るところと入らないところ、もう数も聞きまくってですね、こうチェックしたんですけど、ここら辺がちょっとやっぱジャズの要素っていうか、かっこいいですよね。シンコペーションが連続しているところが、このね、なんていうかね、やっぱかっこいいんですよ。難しいっていうかね、シンコペーション連続していると自分がどこにいるか迷子になっちゃいがちなんで、しっかり体でリズムキープして、やっていきましょうということになっております。で、あとはね、シンコペーションのタイミングさえ分かっちゃうと、コードはね、C メジャー7とか、さっき紹介したこの B マイナー75、このコードが出てきますよ。これサビでも出てくるんですけど、その辺は大丈夫だと思います。で、やっぱりね、これ8ビートのノリが心地よくて、速くなっちゃいがちなんで、なるべくこう跳ねたリズムで、枯れていく。今この瞬間。このゆったりな8ビートがふんわり続いていくのがいいと思います。今ちょっとね、シンコペーションの解説早くやったんですけど、本番はもうちょっとふんわり、ゆっくりやる、テイストがいいと思ってますと。で、感想ではさっきの、このフレーズがとにかくもう悶絶なんですよね。で、最後のエンディングでも、出てきますということなんですけど、あと、感想をやって、2番のサビ終わった後に、咲かせ、探しに行くよ、うちなる花を、咲かせに行くよ、うちなる花を2回繰り返すときに、ちょっとアルペジオっぽく緩くやろうと思います。さっきは伸ばしたんですけど、シンプル簡単バージョン。そこのところをやってみましょうかね。サビ2の一番最後。探しに行くよ、うちなる花を、なる花を伸ばして、ダダ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 、はい、ダダダっていうのはもう、読んで字のこと、ダダ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 ダ、エンディングに入ってきます。このタタタ結構かっこよくて大事かなとか。今のアルペジオはちょっと8ビートっぽいアルペジオです。咲かせに行くよ、ペンテンテン、わかる？ B マイナー弾いといて、ドロンとペン、D マイナー親指でトロンと弾いといて、4弦3弦じゃあね、 D マイナートロンと親指で全部弾いて、1弦2弦3弦グラン4123、今言ったの弦ですよ。グラン4弦1弦2弦3弦4弦2弦でん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 、ちょっととろけるような8ビートっぽいリズムのアルペジオです。最後に、行きますということですね。あとちょっと言い忘れてました。この、タタタタタタっつうのが結構入ってきます。これはですね、フレーズが変わるときとかに、使われるおかずってことなんですけど、じゃあ、一番のサビの、咲かせに行くよ、うちなら花をのところをやってみましょう。咲かせに行くよ、うちなら、つけていきます。ダンダダダダダダダ、こんな感じ。ダダダダダダってね、こうやってください。そして次のバースにドーンとこうね、渡すみたいな感じ、おかずと言われる感じで表現していこうと思います。まあなんつってもやっぱり今日はこの、これガッツさんもちょっと押さえづらい。狭いんですよね。D マイナー押さえといて、こう、ここの、このカッティングしながらこの1弦の3弦と2フレット、これは、だから握ってるともうできないです。クラシックフォームにしないと。この、ここにこんだけスペースを作って、こうやって握ってるとちょっとこのフレーズ弾けないんじゃないかなというふうに思います。ちょっと練習してみてください。これは一筋縄じゃいけないと思う。難しかったら、口で言っちゃう。これで、まずは最初、ファーストステップは大丈夫だというふうに思います。はい。あとは何回も言いますけど、この歌のメロディーがもう半端じゃないんで、ここは聞き込みですね。聞き込み。だけど一回覚えちゃうと、すごいこうね、ドラマティックなメロディーに結構すごい感激しますよ。気持ちがいい。あと歌詞の世界とか、ミュージックビデオのね、なんかこう砂漠の中をこう漂ってる感じ、ダンスしながらとか、なんかね、また独特の藤風ワールドがもうすごいですよ。あの世界観も一緒にクッとこう抱きしめながら一緒に歌っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。藤風さんの花。ガズレレリューかっこいいバージョン。やってみる！ 1、2、1、2、3、4。
わしわにしおれた花束を切り替えて永遠に変わらぬ輝き探してた僕らを信じてみた僕らを感じてた咲かせに行くようちなる風さんの花風レレレをかっこいいバージョンやってみました。これはねかなり難しい、かなり高難度ですけれども、これはものにしてほしいな。この歌は歌わない、このイントロの部分だけでもできるように練習していくと、ワンフレーズだけ本当このフレーズ弾けたらもうねかなり気持ちがいいですよ。これかなり高難度ですけど、まあ、カッティング入れるとさらにということで、まあ、こういうのできるのだと、まあ、じっくりじっくりで、ね、時間かけて、まずは歌が中心ですからね、シンプル簡単バージョンで気持ちよく歌って、だん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 それをステップアップしていくのがいいと思います。お楽しみください。さあ、今ね、Gラボ祭りっていう期間中なんですよ。3月のね、発売もうすぐ始まるんですけど、ちょっとこれね、めちゃくちゃ豪華なイベント企画しています。ぜひこれ、概要欄に詳細貼っておくんで、めちゃくちゃいい情報がゲットできますからね、見てみてください。そして GGD ガズのめちゃくちゃいいこと言ってる本が、主婦の友社から4月26日発売、予約、お願いします。概要欄に貼っておきます。詳細見てください。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版、ボリューム1とハンディ版、ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が、2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方は、レビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。